小少将は元親と共に羽柴軍を破った。だがさすがの元親も秀吉の物量に逆らえず傘下に入る。秀吉は四国に続き九州、奥州、関東を制圧、ついに天下統一を成し遂げる。やがて秀吉が死ぬと天下は再び乱れ出す。実力者徳川家康と秀吉の威信石田三成が対立。両者の争いは天下を東西に分けた決戦に発展しつつあった。三成は家康率いる東軍の戦力を削るべく、東軍に属した大名の身内を人質として幽閉。人質の中にはガラシャの姿もあった。小少将はガラシャを救うべく幽閉された屋敷に向かう。なぜそんな危険を冒すのか、小少将にはすでに分かっていた。情愛の将、ガラシャ救出戦。ジョーちゃんはここに閉じ込められたみたいだぜ。私に関わった人は結局不幸に落ちたわ。あなたも、わらわちゃんも。でも、もう失いたくないのよ、大切な人を。だから、不幸を笑い飛ばしてみせるわ。わらわちゃんみたいに。いいね。さすが俺が惚れた女だ。まだそんなこと言ってるの？バカね。助けてくれないの？今のあんたなら一人で大丈夫なの？ええ、必ず助けてみせるわ。これが魔性か。わらわちゃんと合流しなきゃ。お見事にござった。
この敵は倒せたようじゃが、先に進むのじゃ。開門。あの者どもを逃がすな。引っ捕らえて大阪城に押し込めよ。試しにバンバンしてみるのじゃ。みんな急げ、北の方で美女が暴れてるぞ。美女、もしや妖艶な魅力に惑わされてはならん。かかれ。お兄さん、こちらにいらして。お、ね、が、き、なのじゃ。くれぐれの神妙な不安でも悪いのか。皆の者、とにかく追うのだ。西軍の精鋭がことごとく、こんなことでもはや容赦せぬ。私に関わるから不幸になるのよ。汗かいちゃったじゃない。
人質を抑えると命じただけだぞ。この騒ぎはどういうわけなのだよ。戦の前からこの有様では博打にもならぬ。一つ手を貸してやるとするか。いよいよ西軍主力の登場ってわけね。大事なわらわちゃんを渡すもんですか。大事な？エルナちゃん。撃ち取ったり！彼女！
やったわ。自分の力で運命に抗い切った。あの人も見ててくれたかしら。ジョーちゃんが無事でよかったな。師匠、来てくれると信じておったのじゃ。わらわちゃん、抱きしめてやれよ。今のあんたなら大丈夫だ。師匠、師匠。みんないなくなってしまった。師匠がいる。師匠、みんなの分まで精一杯生きようぞ。大丈夫よ、私の大切な人。